さて、前回は、シューティングクラウドスターに、スピード、のかっこよさを付与するために、問題点や課題をクリアして、改良を重ね、実装させました。改造して走らせる、は、まさにミニ四駆の、醍醐味、です。今まで改造してきた MA ゴムサスペンションと、ボディの電飾化によって起こった、シャーシの、歪みを、少しずつ削りながら解消し、FRP を切って削った増加パーツを、使って、宝箱セッティングを試みました。改造による想定した改善効果が得られ、シューティングクラウドスターの走行の安定化が図れたようです。うまくいったらさらなる高みを目指し、失敗したら検証し新しい改良を試みる。ミニ四駆は、想像へのプロセスが凝縮されたクリエイティブなホビーなのです。シリーズを通して改造してきたシューティングクラウドスターでさらなるかっこよさを目指し、ミニ四駆の楽しさを味わい尽くす所存です。今日も改善点をクリアすべく、リストに取り掛かることにしましょう。それでは、今回も始まります。こんにちは。見たいもの作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手、F1 です。今回は、何をするんですか？今回は、ズバリこれから始めるね。何ですか？これは？フロントワイドスライドダンパーだよ。稼働するんだよこれ。すごくね？かっこよくね？ねえ、ねえ、どうよ F1 くん。近い、近い、主任さん。衝撃のでかいフロントはどうしても強化する必要があるからね。いいのがないかなって探してたんだよ。あったんだよね、これが。普通に FRP を付けた方が絶対に良いと思うんです。あ、行ってみようか。これが説明書。ほらワクワクしてきたぞ。で、配置するんだけど、あ、めっちゃゴムサスで使用中ですね。負けるもんか。小さなゴムリングを使って固定位置を変更。よしよし、次行ってみよう。ダンパーにローラーを取り付ける。バネが2種類入ってた、ソフトとハードだってさ。とりあえずハードを選択かな。で、取り付ける。いいんじゃね、これ。かっこいいわ。動くんだよ。胸熱な機構じゃね。へえ、割と良さげですね。ボディ乗っけて完成撮影してみようか。あれ、おかしいな。撮影準備 OK ですよ主任さん。どうしました？こんな感じ。あ、これボディと干渉しちゃってるんでは？待て待て、まだ慌てる時間じゃない。せっかく一目惚れして買ってきてゴムサス付け替えて。使えないとかありえん。上がダメなら下から付ければいい。めっちゃフロントタイヤ浮いてる。まあまあ、他のマシンに流用できるかもしれませんし。またこのパーツは使うってことでどうですか？あ、フロントはノーマルローラーに付け直しておきますね。まあ、残っている改造は、あとベアリングローラーの取り付けですね。ああ、じゃあ、わざわざフロントローラーを戻す必要なかったですね。そういえば、主任さん、ネジって何回も付け外ししてたらシャーシとかの、ネジ穴が痛みますよね。言うなれば、ドリルだからね。こうやって、削ってネジの固定力を上げてるんだから、何回もやってれば削れてネジ穴もスカスカになる。あちゃ、フロントローラー付け直しちゃいましたよ。これからベアリングローラーに変更するんでしょ？まあ最近は FRP とかカーボンへのローラー取り付けが一般的だからね。写真時間にローラーをつけてセッティングのたびにそれをいじるってのはあんまりやらない。バンパーとかにナットでローラーを固定するから、あんまり気にしなくていいんじゃないかな。でも車種を大事に使うなら、ネジ穴の摩耗とかを軽減する方法ならあるんだ。へえ、それ良いですね。どんな？うん、図で説明してみようか。最初は車種側のネジ穴ってこうじゃない？そうですね。こうやってネジが止まるよね。で、必要ができたらネジを外す。そうですね。そしたらネジ穴はこんな感じになってる。ふむふむ、そうですね。
ここに強引にネジを何回もねじ込むとネジ穴がお亡くなりになるってわけ。はいはい、していかに？結論から言うと、毎回同じ位置にネジが止まればいいってことなんだよ。同じネジを使っていつも同じ位置にネジが止まればいいんでしょ？そりゃ理想的にはそうですけれど。そうなるために今から紹介するちょっとしたテクニックがネジ穴延命には効果的なんだ。シャーシにローラーをつける場合、こうやってネジ穴にネジを入れようとするでしょ？そうですね。ここで一工夫、ちょっとだけ逆回転させる。はぁ、それじゃあネジは入っていかないでしょ？でだ、耳と手に全集中してカチッって音や感触がしたら普通の時計回りの回転を始めるんだ。新しいネジの溝じゃなくて、すでに空いてるネジの溝にネジが入ってくんだよ。あ、なるほど、言ってる理屈はわかりました。常に同じネジ溝を使うことによってネジ穴の摩耗を防ぐってわけですね。ナットをつける感覚に近いね。あくまでも理想論なんだけどね。確かに同じところに収まればネジ穴を痛めることを軽減できますよね。付け外しをする場合は同じネジを使うってのも重要なんだ。なるほどなるほど、これは良いことを聞きました。今度から気をつけてやってみますね。早速フロントに FRP バンパーをつけることにして、うまくネジを回してみよう。改造リストに戻るんですね。そうだね、失敗は失敗で美味しいからね。用意した FRP はこれ。あとはマッキーと春着さんを使ってドレスアップ。やっぱり一工夫すると良いですね。春着さんを乾かしてる間にベアリングローラーを脱脂してしまおう。お、良いですね。脱脂に関しては AR 改造計画の4に詳しい説明があります。ぜひご視聴されてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。いつもの CM ありがとう。 F1 くん、皆さんのミニ四駆へのこだわりのコメントとかお待ちしてます。気軽に書き込んでくださいね。じゃあ取り付けていこうか。あ、シャーシに取り付けるときには逆回転ですよ。うん、そうだね。これでシャーシが長持ちすればもうオケモンだよ。はい、できた。それと前回のゴムサスの1ギメがうまくいったから、今日はさらに一工夫。ほうほう。このシューティングプラウドスターはゴムサスペンションを採用していて、ここに 8.9mm 2段アルミローラーを使用している。そうですね。つまり520のベアリングが8個標準で搭載されてるわけさ。実際に1ギメして駆動に必要な部分はここの4箇所、残りの4個を外す。 1g 軽量化成功だね。てか8個もベアリングがついてたんですね。豪華仕様ですね。それなら軽量化は良い案ですね。さあこれで一通り終了だね。早速小島コースに走る。良いですね。それ行きましょう。はよはよ。というわけで来ました、いつもの小島コース。お世話になってます。早速走行開始。うまく走るといいですね。なんか今怪しい飛び方しませんでした？したね、限りなく怪しい飛び方を。なんかコーナーももったりしてるんだけど、ジャンプがひどく不安定になってるような。コーナーがひどく遅い気がするな。前回より悪くなってませんかこれ。あ、登らない。なんか変に傾くね。つかローラーベアリング取れたし、電飾の配線が切れたし。なんと断然このマシンの唯一の良さが。よし、それ言い過ぎ。ああ、こうや絶対だな。ああ、やっぱりワイドスライドダンパーはもったいなかったな。まだ言ってるし、他の企画とか別のマシンで利用すれば良いのですよ。そうな、別のマシンを作るってのもいい案かもな。そうですよ、前向きに行きましょう。今回はべっこべこなんだけど。まあそれはそれということで、カルホーは早々に解決したいな。変な飛び方もですね。そうだね、あれなんでだろうね。ということで今回はここまで。
次回はご期待ください。応援メッセージとか待ってます。ミニ四駆作って走らせようぜ。 MA 改造計画、見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録をお願いします。それじゃあまた次回。